チャンネルこちらフレッシュオールスターで新たなフレッシュの選手を見つけようということで、佐々木が、え7月18日に行われた、富山アルペンスタジアムで行われたフレッシュオールスター2023、えーイースターリーグ選抜対ウエスタンリーグ選抜、ね、スカイエーで佐々木解説してきましたけども、えこの放送はですね、録画です。21日の18時からね、え録画でお送りしますので、えリアルでね、 えー、放送するのを、えー、見忘れた方、えー、または、このね、えー、佐々木の YouTube チャンネルを見て、お、その選手をもう一回見てみようかなって思った方、ぜひね、見、見てみてください。ということでね、えー、昨年続いて2年連続でね、スカイ A さんで、えー、佐々木解説させてもらいましたけども、ま、昨年はね、え、長崎に、えー、ビッグヘイのスタジアムに、え、行ってですね、なんと、まだその時ね、当時育成選手だった、宇田川、そして、えー、宮守というね、 この二人のオリックス楽天の選手をですね、育成選手見つけてよ、ええー、とこれ、めちゃくちゃいい球投げてんじゃんと、今すぐ試合観にした方がいいよというような解説しましたけども、ね、なんとその後ね、二人とも試合観になってですね、宇田川選手はね、皆さんもご存知のように、リリーフのね、HR4 になって、オリックスをね、日本一に導き、なんと侍ジャパン、ね、半年でジャパニーズドリームみたいなね、あの夏、ね、で、宮森選手もね、ええー、 二十何試合連続無失点というところでね、あのー、昨年頑張りましたけども、あとね、キャッチャーの藤田選手もいいなと思いましたけども、ま、あ出てきてないというところでね、でも素材はいいないい、いいような気がしますっていうね、だから今年もね、えー、また新たに、 え、素晴らしい若手の選手たちをね、見つけようというところでね、えー、行ってきましたけど、まあ、結果からするとね、7対3で、えー、ウエスタンリーグ選抜の勝利というね、で、えー、MVP が阪神の森下選手、優秀選手賞が、えー、オリックスの野口選手と、えー、楽天の平田選手っていうところに、えー、選ばれましたけどもね、ま、あ試合のね、えー、状況から言いますとね、えー、初回、いきなりね、森下選手が、ワンアウト一二からね、えー、センター横へタイムリーツーベースで2点先制、で3回にはね、野口のホームラン、ね、 で、6回、こちらね、連続ヒットが続いて、8番タイラね、えー、ライトオーバーのタイムリーヒット。で、えー、浅野のファーストゴロでね、ファースト悪送球エラーっていうね。えー、で、4回ね、いつぼ、野口、えそして森下タイムリーっていうね。で、8回には、えー、浅野のね、レフト前タイムリーっていうところで、7対3、えの試合になりましたけども、やはりね、この今、現状ね、一軍で活躍してる選手たちはね、一味違ったなっていうところで、まあ、イースタンリーグね、 え、選抜で言うとやっぱ友杉ね。このやっぱり5打数2安打ね。え、きっちり打っていくなっていうところではやっぱりね。 この一軍の経験が、えー、生かされてるなっていうところもありますし、えー、ウエスタンリーグ選抜からするとね、オリックス野口、阪神森下っていう選手はね、今も一軍でね、バリバリ頑張ってるっていうところで、両者ね、えー、共に猛打賞っていうね、えー、森下3打点、野口2打点、ホームラン1本ね、こうやってやっぱりね、一軍で活躍している選手たちは素晴らしいっていうね。で、帰りにね、新幹線で、日本ハムの矢沢選手、そして西部のね、えー、広間選手にね、えー、会いましたけど、 MVP 取れんかったな、ちょっと狙ってたんですけど、ちょっとましたけどね。まあ、全員がね、l v p を狙っていくっていうところで、非常にね、この富山の皆さんもね、楽しんでもらえたんじゃないでしょうか。その中で、えー、里崎がですね、一番ね、この、おわっと思ったのは、まあ、もちろんもうね、そう、今言った森下野口、そしてね、え友、ー、杉とか、矢沢もそうだし、昼間もそうだしね。一軍でね、そこそこもう試合を見てる選手にとったら、もうね、頑張ってるのはもう当たり前なんでね、 あめて、ここでね、再評価する必要もないっていうね。もっといろんなところを修正してもっと頑張っていこうっていうところですけども。これね、は、興味あるなっていう選手ね。まずね、一人。楽天、平、竜也選手。ね。沖縄出身25歳。前原高校から九州協立大学、LTT 西日本を経て、楽天へ。今年プロ一年,年目です。22年ドラフト5位っていうところですね。 あの、ま、あ2軍ではね、ここまで、え、2割3分4厘ホームラン1本ね、盗塁後っていう形の成績でしたけど、昨日を見てもね、若干ね、その、あの、大きくない小柄。170センチっていう小柄だけど、ま、もちろんね、この社会人選手っていうだけあってもっとね、体もしっかりしてるし、スイングも力強い。ね、あの、ライトオーバーもね、結構右方向にも伸びていったし、あとスピードもある。で、守備も,も無難。肩も強いしね。これはね、 さすが社会人出身だなっていうところもあるし、いい活躍ね、今後期待できるんじゃないのかなっていうね、ところあるんで、これね、楽天の平選手はね、めちゃくちゃ気になかった。だここ二十五歳、今年25歳だから、まあまだね、チャンスあるし、今ね、楽天も冗談がすごい良くなってきて、で、あの、村林がね、いい感じで出てきたっていうところもあるし、このね、今すぐはね、場所がなかなかないよね。出番がね、こう出る場所って伊藤幸恵もいるしね、出る場所がなかなかないっていうところでね、今2軍にいるけどね、 めちゃくちゃいい選手のような気がする。だからちょっとね、あの、もし何かのね、状況があって、一軍でね、デビューするときがあったらですね、この平選手はね、非常に楽しみだね。1998年生まれ、ね、撮影がドラフトされた年っていうね、年齢めっちゃ感じるね。でもほんと体格もいいしね、バッティングも素晴らしかったし、右方向へのあの打球の伸びもね、非常に良かったっていうところでは、あれも球場によってはね、本当に、スタンドインしてもおかしくないようなね、バッティングでしたし、肩良かったね。や足。 年来た2人目、えー、野手でこちらの選手ヒットは出なかったけども、えー、ヤクルト、澤井選手2000年生まれ5月31日23歳っていうところで、まあ、今年ね1、えー、軍で3打数立っててますけどノーヒットっていうところでね2、まあ、軍では2割6分1厘、ね、ホームラン13本、今ねホームラン王っていうところもあるけどもあのねスイングは魅力だね、あのフルスイングね。ね あの、今後、あの、どうなるかは、全くわかんないけども、非常にあの、ね、豪快なスイングね、あの、森友也、えー、柳田、吉田正貴バリの、あのフルスイングはね、非常にね、魅力的。まあ、この試合ね、ノーヒトだったから、あれだけどね、あの、こっから頑張ってね、一軍の試合で見れるのはね、ちょっと楽しみだね。でね、えー、もう一人、オリックス、福永翔、23歳、ね、 横浜高校から工学院大学で、えー、ロッテっていうところでね、えー、ロッテってない、いオリックスっていうところで、えー、二軍ではね、ちょっと打ってないんだよね、2割1分8。でもスロー、スローイングめちゃくちゃ良かったね、取ってから速かったし。やっぱりね、これオールスター系っていうのはね、ピッチャー牽制しないからね、盗塁ね、もうただみたいなもんだろよ。あの、走られて当たり前なんだよ。それをね、友杉がね、あれ走った時にね、袋を取ってから速かったし、肩も強かったし、あの守備はね、素晴らしい。あとバッティングやバッティングだけ頑張っていけば、あの守備な魅力的だからね、 ここからなんとかバッティング頑張って、あのね、いいキャッチャーに育ってもらいたいなっていうところで、このオリックスのね、風な選手。非常にね、ちょっと興味深か,かったね。あと楽天ね、タト選手もね、育成選手。魅力だけど、もうちょっと線細いね。もうちょっと体で隠くしていこう。ね。でもスピードはめちゃくちゃ速かったからね。ここら辺期待だしね。あと北村選手ね、えー、ヤクルト。ね。まあ2軍でもいい形で打ってるしね。まあこの試合もいいところを見せたけども、もっとね、成長して、いいところを見せて、まあ、期待感ね、あるね。じゃあ続いて、 ピッチャー、目に留まった選手、門別、ケイト、19歳、今年1年目、阪神ね、ドラフトに、えー、東海大札幌高校から阪神へね、えー、今年1年目の選手っていうところもあって、打たれたんだけど、浅間ね、奈良間、松尾、え矢沢ってね、で、昼間っていうところ、全員初級から振ってきたのよ。浅間初級センター前ヒット。これすごかったね。カーブ投げて、オールスターで初級からカーブ来るとまんや だか普通フライや、真っすぐやと思ってそれをね物の見ねごにセンター前っていうね、こ浅松が多かったね、これはね7番もね初球、レフトフライで松尾、初球、レフト前ヒットで4番、矢沢初球ね、ねセンター前ヒットで5番、蛭間、初球ファールっていうところで要は5者連続初球振ってきてるのよ、でもね多分ね1球だけぐらいしか、ね、これ5者連続はね全部ストライクでしょ、でその後もね1イニングね1球ぐらいしかねボール投げてないと思うんだよね。 ヒルマもね、3球連続ストライク投げて見逃し三振。で、あ、友次2球ボール投げてんだ。で、ファーストフライっていうところで。だからその、5番までね、1、2、3だから、1、2、3、4、5、6、7球すべてストライク投げてんだよ。これすごいよね、何気にね。あの、この制球力っていうかね、普通初級からバンバン打ってきたら、ボール投げようかなと思うやん。でもそれでもね、ストライクにどんどん投げ続けてるメンタル、勇気、ね、技術。 めちゃくちゃ素晴らしいと思う。で、フォーブのバランスも良かったし、だからもうちょっとね、出力上げたいね。今のままじゃあ通用するとは思わないけども、もうちょっと出力上げて、すべてにおいてパワーアップすると、素材はない。めっちゃ良さそう。フォーブのバランスもいいしね。で、このね、初球振ってきてもね、ストライク投げるね、技術とコントロールとメンタルね、非常に素晴らしいピッチング。あのー、2イニング投げてね、まぁ打者10人、えー、ヒット1本っていうところでね、えー、しっかり抑えたっていうところは、 未来はね、今すぐとは思わない。去年の宇田川宮森みたいに今すぐとは思わないけども、非常にね、高素材やと思うね。このまましっかりで、ね、成長して、あのー、素晴らしいピッチャーね、なってもらいたい。非常にね、良かった。続いての選手はね、えー、この選手。木村光、ね、ソートバンク。えー、育成ね、ドラフトサインで入って1年目。で、試合間ね、えー、この度になって、えー、160番から、えー、68番っていうね、えー、ところになって、今のね、ちょっと、 あの、ソフトバンクね、投手陣苦しい中ね、どこまでね、えー、チャンスを物にできるかっていうところはあるけども、非常にホームのバランスも良かったし、この腕打ち腕を1振って2の出力がね、出てる。ここ軽く打ってトーンっていうね、このキラージ、ストライト、変化球ともにね、非常にこのね、生きたボールっていうところのボールの質感はね、非常に良かったように見えたんで、これね、あの後半戦、ひょっとしたらね、1軍デビューも近いかもわかんないけども、非常にね、えー、期待したいなっていうね。 選手ね、この木村光選手、モンベス、こウエスタンね、この2人、非常によかったなと、あとね、まあいい結果は出なかったんだけども、楽しみにしてた選手で言えば、この選手ね、ね入山海斗、ね、オリックスね、ね、えー、0ロ3に、まだ育成選手、ドラフト1位というところで、日高,高、中津からね東北地裁ってオリックスっていうところで、今、2軍でもね防御率2.00、2勝ぱ、ね、い、えー、12ホールド、だから楽しみにしてたのよ、どんなピッチングするかなっていうね。 ところがちょっとね、請求ばらついて、持ち前のね、150キロオーバーっていうところのストレートね、見えなかったから、ちょっと残念だったけどね。あのー、ま、あ多分、もっと良いんだろうけどね。いろんな緊張感とかあったかもわかんないけども、ひょっとしたらこのイ山アム選手ね、試合感になって、ポンって去年のね、宇田川選手のように、ポンってね、イ山アム選手来る可能性はね、十分あるからね、この8月までね、試合感なるかどうか期待としてほしい。俺、ひょっとしたらなるんちゃうかと思うけど、もうちょっといいピッチング見たかったけどね、見れなかった。 だ記載してただにね、ちょっとがっかりした、俺的には。ね。で続いてね、DNA、深沢大介選手、若干サイドスロー気味ね、2年目、2020年ドラフト5位、仙台松戸高校から DNA っていうところで、若干横からね、面白いね、ボール、使い方、この、いろんなところ、この、投げる感じ、良かったんでね、ひょっとしたら、うん、うん、いい感じで育つんじゃないのかなっていうところで、あ、面白い選手だなっていうところはね、あの、見てて感じました。そんな感じかな おいいな今、と思ったのら、ね、小園選手ね、ねもうちょっと、ね、ストローク高めに行きたいよね、なんかちょっとボールが手についてなかったなっていうところと菊池選手もねいい球と悪い球とはっきりしてきてたね。いい球はめちゃくちゃ良かったけどね、まあ、そういったところで、まあ、いろんな選手ね本当にあの楽しめたし今後、ね、どういうふうに出てくるのかっていうところはね非常に、えー、楽しみだったなんて切り敷きとかも良かったしね。 まあ、も、ともと一軍でも勝ってるしね。まあ、そういった選手はね、省いていくっていうところもあるんで。まあ、一軍あんまりね、出場した、してない選手で、ね。お、これどうなんや。こう、いいんちゃうかって思う選手をね、撮影の見方としてお送りしましたけども、えー、ご覧いただいて皆さんは、どういう感想をお持ちですかえー、ファンの皆さんも含めてですね、ぜひコメント欄に、この選手絶対来るよとかね、この選手いいよっていうところがあればね、ぜひまた教えてください。でね、まだあの、試合見てない方はね、えー、冒頭にも言いましたけど、えー、21日ね、スカイエイで、えー、夕方、えー、18時からね、 総中編ちょっとね編集されてると思いますけども、ね、あの録画放送ありますので。 ぜひ、えー、佐々木の解説と共とにですね、今日今紹介した選手たちをね、もう一回見ていただいておって思うところをね、ぜひ楽しんでもらいたいと思います。ということでね、今回フレッシュオールスター出場した、まだ1軍でね、なかなか出番のない選手たちにね、ぜひ佐々木が解説で、え、する日を楽しみに佐々木はしてますんで、ぜひ頑張ってください。ということでね、今日オールスターありますけれども、佐々木明日含めてですね、安倍まで、佐々木西岡、ムネリンとね、え、3人で居酒屋解説みたいな感じで、ホームランダービーからしますのでですね、あの、放送、何時からだったっけな。 5時か、5時半かな忘れちゃったけども。ぜひね、あくまで、さっきご覧ください。ということで、皆さんね、オールスターブレイク、ね、えー、楽しみながら、プロ野球のオールスター見ていきましょう。それでは